この静かさなんだけど、すっげー静かなんだよこれね。エアブラシ、まあ、コンプレッサーがお亡くなりになってしまったんで、このアネスティっていうメーカーの、新しいコンプレッサーを買ってみました。これアマゾンでアウトレット品、箱に傷がありとかいうアウトレット品で新品、まあ、ほぼ新品の4800円だったかな、で買ってみました。オイルレスって言って、まあ簡単なコンプレッサーですね。特にこう他の中ごちゃごちゃした機材とかつけずに、コンプレッサー単体で置いて空気を、出力できるっていうようなアイテムになってます。ちょっと上げてみます。これ結構エアブラシ、ブラシの本体とかも入ってるんで、重たいんだけど、ここか、これがちぎれちゃってるっていう箱の傷ですね。あ、本当だ。これ多分ここパコってこうやってちょっと豪華にこうマグネットついてるから開くアイテムだったんですね。ここが切れちゃってるっていうアウトレット品です。これは振動よけのパッドかなんかかな、ちょっと硬い材質のラバー調っていうか、なんかめっちゃ柔らかくて薄いビート板みたいなのが入ってますね。で説明書が入ってて、これ、ライト当たってちょっと見えないかな、 AIVC1 軽量化コンプレッサー&エアブラシセットっていうのをとりあえず間に合わせで買ってみました。まあ今まで何回もコンプレッサーっていうのは安物で買い替えて使ってるんで、まあ同じような容量でしょう。あ、ちっちゃい、ちっちゃい、こんなちっちゃいんだ。こんなちっちゃいコンプレッサー初めてだ。重量は結構あるんだけど、ちっちゃいですね。サイズがこれサイズ10センチぐらいじゃないの。うん、だいたい10センチの8センチ、まあ 10×10 ぐらいでいいか、だいたい20センチ四方のコンプレッサーになってますね。厚みはまあ5センチかな、5、6センチぐらい。こんな感じなんだ。ちっちゃいけど重量はすごい。あんま軽量化軽量化ってもの軽量化してない気がするんだけどな。でこれがブラシのスタンドか。ブラシのスタンドはどっかにつけるんだろうけど、まあいいや、ちょっとこれ後にしますね。で、アダプターと、ハンドピースがついてる。ハンドピースの下の部分、ここか。ハンドピースがついてて、ちょっとこっち行っちゃおうかな。ダブルアクションのハンドピースがついてます。ハンドピース今5個ぐらい、光沢じゃない、メタリック塗装用とか、サフェーサー用とかで分けてるんだけど、まあ、これで大体6本目になっちゃったかな。ダブルアクションのちょっと、重ためのハンドピースついてますね。口径は確かこれ 3mm って 0.3mm って書いてあった気がするな。うん、ちゃんとしたハンドピースになってます。あとこれ中に、ホースも入ってんだ。ホースとあとこのハンドピースの、掃除グッズ入ってますね。うん、これで以上か。これレンチとスポイトが入ってる。この箱いいじゃん。これ結構アネスティ、ホビーショーとか塗装ブースとかも作ったり、ホビーショーとかにも出展してるようなちゃんとしたでっかいメーカーなんで、まあ、商品説明はちょっと日本語あれだったんですけど、ちゃんとしてるメーカーなんで、結構豪華なパッケージになってますね。はい、これがアネスティの、AIVC1 の内容物になります。ここで、エアの調整をするんだよね。エアの調整をして、でこいつの特徴としてはハンドピースを、空気シューッとこう出した時に自動的にオンになると、電源がオンになるっていうか、コンセントを挿した状態だとずっと電源オンの状態になってるはずなんだよね。で、空気をその間溜めておいて、溜まった空気を一回多分オフにして溜め込んどいて、シュッてやった時に足りない分だけどん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 空気をまた新しく出してくれるっていうようなシステムだと思います。ちょっとね、そのタイプの、自動オンオフみたいな感じの、コンプレッサーで使ったことがないんで、慣れるまで若干時間がかかりそうなんだけど、まあシュー止まるみたいな、うん、ちょっとこの後使ってみようと思います。実際に塗料を入れて吹く前にちょっと試し吹きでエアを通してみたんですけど、まずはですね、操作としては簡単で、ここを、これをこう回す、カチッと、こそ電源入るんだってね。でこれ今、ちょっと隠れちゃってるけど、このアネスティのロゴ光ってるんです。でこの状態で、ハンドピース押すと、
うん、空気が出ていくのと空気が止まるのを感知してこっちが勝手に、オンオフっていうか、うん、出力と、停止を行ってくれると。で、あのね、音がすげー静かなのね。俺前まで使ってた、なんつうんだよ、オーサックっていうものかな、オーサックかなっていう安いコンプレッサーあったんですけど、出力めっちゃ強いけど、もう工事現場なんだよね、このぐらいのサイズで。あれね、まあそれが今回ぶっ壊れたんですけど、5、6年ぐらい使ってよく動いてくれたと思うんですけど、もうそんなのに比べたらもうこう、自分の声聞こえるレベルだから、ありえないぐらい静かに感じます。で、これが今、最小の出力なんだけど、すげえ強く感じるわ。これ今最初なんだけど、見えるかな？ちょっとさ、ここほら、空気で皮膚へっこんでんの分かります？で、これを一番強くする。これ一番強い音。すげえ静かなんだよね。これ夜作業しても全然大丈夫だよ。で、ただね、あんまり、これ強くしたからって、そんなに、空気の圧力強くなったかなっていう体感はないっすね。ずーっと使ってと違うのかな。うん、どっちも別に同じぐらいの出力の体感があります。ちょっと手のひらで感覚なんですけど、だもしかするとこの空気圧どうなんだろうな、細吹き苦手かもしんないな。あのエアブラシってこの口径が 0.3 ミリ、2ミリとか 0.5 ミリとかそういう風にあるんですけど、要は細くなれば細くなっただけ細い線が描けるんですよね。で、細い線を描くときってなんか空気の圧力ちょっと強めの方がいいのかな、なんか別その体感は俺にはないんだけど、いいみたいなんですよ。ただこれはちょっと前に使ってたその工事現場化するオーソクっていうコンプレッサーで細吹きをしてた時よりは明らかに風圧が弱いんで、もしかすると今までの、体感で細吹きはできなくなるかもしれない。まあちょっと練習してみますね。じゃあ、今日ね、湿度があるからあんまり塗装はしたくないんだけど、ここに、さっき午前中にですね、作ったこれガンダムローズのハイグレードのガンダムローズあるんで、こいつに、そうだね、白化しないようにツヤ消しでも吹いてみようかな。こいつの初吹きはツヤ消しトップコートになります。それではチャレンジしてみます。よし、じゃあちょっとやってみようかな。グレートーンのツヤ消しをガンダムローズに吹いてみます。まあ俺ね、トップコートはね、あらかじめ瓶に溶剤めっちゃ入れまくってかなりシャバシャバにして使いたい人なんですけど、だから通常のカラーの、まあ、1対1みたいな薄め方よりはかなりもともとシャバシャバの状態ではあります。このシャバシャバがまず吹けるかどうかっていうのをチェックしてみますね。あ、全然 OK だわ、すげえ出てる。ちょっとやってみんね。ってか、なんならあれかな、エアブラシ自体が新しいからなのか、ものすごくこうなんか霧になる、ミスト状になる形がすごい綺麗に出力してくれてる感じがありますね。なんか結構空気の空圧っていうのは圧力、出力弱いかなって思ったんだけど、吹いてる音とか聞いてる感じ全然そんなことはないね、十分だな。まあ 0.5 ミリとかの太めのハンドピース使うようになっちゃうとちょっと足りなくなる可能性もあるのかな。まあやってみないと何とも言えないところですね。っていうかさ俺自分で一番びっくりしてるのがさ、この静かさなんだけど、すっげえ静かなんだよこれね。今までこの塗装ブースのファンが回ってるこの、聞こえるのかな、携帯でコーッと言ってるこの音全く聞こえない状況で、なんなら外の音聞こえない、自分の声もあんま聞こえないような環境で俺塗装してたんですけど、いやこのコンプレッサー超静かだわ、びっくりする。ちょっと全体に吹いててみるね。
まあ、ちょっと今日はあの動画を撮るためにあのガスマスク、してないんで、ちょっと今あの胸が痛い感じになってたんですけど、基本的にはちゃんと塗装するときにはガスマスクをつけます。ただマスクつけても多分このカメラで俺の声拾ってくれるぐらいにコンプレッサー静か、すげえ。じゃあ次にですね、希釈率を、固めっていうかな、低めっていうかな、あんまり、溶剤をいっぱい入れてない状態のこの紫色で、0.3mm のエアブラシ、まあ、これ前から俺が自分で使ってるやつなんですけど、 0.3mm でどのぐらい細拭きができるかなっていうのをちょっとトライしてみますね。ブラシの先っちょすぼめてもすげえちゃんと出てるよ。ちょっと出すぎなぐらい出てんな。じゃあちょっとこのエアリアルのランナーで細拭きをしてみます。見えるかな、まあいいか、ちょっと後で見せるね。まずベタ塗りがね、このぐらいの塗料の硬さでのベタ塗りっていうのがうわっと、あ、もう十分十分だね。すごいな、これ思ったより音とか手に空気当てた時の、体感よりもちゃんとしっかり空気出てる感じがします。じゃあ次細拭きしてみようか。なしじゃないかな、なしじゃないかなぐらいかな。前のもうちょっと塗料の希釈率を上げれば、うん、細い線もしっかり描けそうだけど、今の希釈率だとこの空気圧だと塗料出てかないですね。一回グッと絞ってこのぐらいの細さが限界かな。これぐらいが、うん、このランナーに対してこのぐらいが限界の細さかな。そうだね、空気圧はさっきから言ってるみたいなあのオーサックス、前に俺が使ってたコンプレッサーの方が強めなんで、まあまあでも、うん、こんぐらい細くできればいいか。だいたいこの太さが3ミリか2ミリぐらいなんで、3ミリかな、うん、真ん中に線かければとりあえずいいかなって感じですね。うん、細拭きもできる。それではですね、ここからはハイグレードガンダムローズの簡単なレビューをしていこうと思います。まあ、この状態がですね、先ほど艶消しを吹いたガンダムローズの、組み上げただけの状態になるんですけども、ご覧の通りですね、色分けはかなり完璧と言えるでしょう。あのこれ塗装してないんですよ、実は。塗装してないっていうとちょっと語弊があるんだけど、本体に関しては塗ってるところは一箇所もないです。好みでちょっとこうリベットデザインの黒ポチをポン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 書いたりとか、ベッド用意でマーキングデカールとか貼ったりして、あとはこの付属してるクリアパーツですね、これには、クリアブルーをちょっと吹いてるんですけど、あとはね、塗ったところはないな。ローゼスピットのこの先端の、金色の部分、マズルの金色の部分以外は今回塗ってないですっていうぐらい色分け完璧なんですよ。すごいよね。青と黄色と白と赤がこうふんだんに散りばめられた、このすごくこうなんていうかな、ヒーロー感あるというか、おもちゃ感があるというか、そういうカラーが、キットのプラン成形だけでこれだけ再現されているキットになります。値段は3000円しないぐらいだったかな。昔の144分の1のキットが当時500円だったんで、だいたい6倍ぐらいの値段ですね。まあ記念品として1個買っとくので、すごいいいアイテムかなと感じました。まあ俺は2つ買いました。でまず武器はですね、ご覧いただいた通りこうシュバリエサーベルが1丁ですね。これは腰にマウントできます。でローゼスピット、このねバラの形状がすごい綺麗なんですけど、ローゼスピットが4個ついてきますね。今このクリアの発射エフェクトをつけてる状態なんだけど、すっごい綺麗なバラの造形してるんですよね、こんな風に。この先端のこの金色に塗ったところだけ、このノズル、マズルのところだけは色がなかったんで、金色のマーカーで塗ってみました。
はい、それでは次に本体を見ていきます。まあ、各部分こうやってちょっとリベットマーキング書いたりとかこうデカール貼っちゃったりはしてるんですけど、ほぼさっき言ったみたいにほぼキットそのままストレートに作ってる色分けになってますね。で、可動域はですね、まず首はこういう風にボールジョイント接続の他に根元で軸可動になってるんで、ぐーっとぐーっとぐいっとこう前向けるようになってますね。首をぐっと前に出せるようになってる。で、上にもガーッと向けるんだけど、まあ形状的にそんなに上向きは得意じゃないかなって感じ。まああとこの、なんちゅうのこのさ、横に伸びたデザインが肩にこう、干渉するせいで、あんまり、動かない。違う。ちょっと微妙な感じも。まあデザインがすげえかっこいいからさ、いいんだよね、これね。忠実に再現してるよ、これ。あのデザイン。で、肩はですね、まあ最近のガンプラフォーマットにあるような、まあこれポリキャップレスで、これプラの、ジョイントになってんだけど、まあボールジョイント接続になってるんですよね。ただこれ引き出し機構はあるものの、こういう風にね、あるんだけど、肩の形状とこの差し込み軸の短さがちょっと相まってですね、あんまりこうグッとこう怒り肩気味にはできない形状になってます。右肩の、この、なんていうの、この、ひら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 はここ2枚だけ上がりますね。これによって肩がここって上がるようになってるよっていう感じで、腕肘は二重関節でこのぐらいグッと曲がるよう、手首がさちっちゃくていいよね。このちっちゃいかつこのねマッシブでちゃんとしたこれ結構バンダイにしてはかなり精巧なあの手首の形状してると思うんですけど、この握り手がちゃんと付属します。で、これ確かね、RG、リアルグレードのゴッドガンダムから継承されてんじゃねえかなと思うんだけど、ここが、こうやってただの単純な接続軸になってんだけど、ここが、こうやって回転するんですよね。だからこういう風になって、このぼっち、コテみたいな、ここの出っ張りが、自然にいいところに来るよっていうような形状じゃねえや、可動域になってます。で、こっちの縦の方なんだけど、まあ、オリジナルギミックですとかっつって、この縦全部外して、それがローゼスピットの周りを飛んで、こう、花の葉っぱみたいな形状で飛び回るみたいなギミックにしてるんですけど、まあ、それはあれだよね。多分、プラモ化の立体化の都合上っていうところなんだと思うんだけどさ、こうやって、とりあえず1枚ずつですね、シールド、バインダー、シールドがこうやって開きます。展開します。で、この中の基板のところに差し込み軸があるんで、ここにローゼスピット差し込むっていう形になってるかな。こういう感じで、まあ、シュバリエ・サーベルのね、絵がね、絶対こうやって干渉するんで、まあ、ギリギリ肩を引き抜いてあげることで、ペタッとこう、閉じた状態で、シールドを構えることができますね。肩をグッて差し込んじゃってると、サーベルの角度どこに向けてもこういう風に1枚干渉するようになってるんで、ちょっとな、ここなんとかしてほしかった気はする。ここにさ、もうちょっとこう、可動軸を斜めに、できるようにするとかさ、そういうことをしてほしかったかもしれないですね。ちょっと一回こっちの腕取ります。で、シュバリエ・サーベルのここ根元で一応稼働はしますね。で、スカートはサイドだけがボールジョイントで動くんだけど、まあ、そんなに稼働しないかなって感じ。フロントもね、一応こうハイグレードのゲッシュフェンストみたいに気持ち動くんだけど、まあ、形状的にそんなにヒラヒラ動く感じではないですね。で、腰はボールジョイント接続と軸の回転がここについてるんだけど、まあ、差し込み口が深いんで、そんなにグッとは腰曲がんないかな。まあ、このぐらいがいいところ。で、コアランダーが外せて、こういう風になりますね。シンプルです。黄色、青、機種、ブースターの4パーツ構成のコアランダーがついてて、こうなって下げた状態、この状態で、こうなるわけだ、ね。で、足、股関節は軸接続ですね。ちょっと前に引き出せるようになってんだけど、まあ、そんなに可動には影響してないかなっていう感じで、膝はグッとこのぐらいは曲がりますね。足の色分けこれ完璧よね。ここちょっとシールの切れ端でセンサー的に緑を入れてるんだけど、色分け完璧じゃろこれ。ほらすごいよな。で、このさ、俺ここ感動したんだけど、ここのアンクルアーマーあたり、こんなにゴテゴテ、足首、アンクルアーマーで、スネアーマーみたいな、この構成なんだけど、こんな曲がんだよね。
そう、これちょっと感動だ。これによってもぐっとやって、さっきさ、回転台乗せた時のポーズみたいに、まあ、こんな風に、ね、足をギュッとこう設置できる風になってますね。うん、そんなところかな。うん、本体の可動域は、そんなところで紹介を終わります。以上、コンプレッサーがぶっ壊れたからアネスティのコンプレッサーに買い替えたよ、あとガンダムローズを作ってみたよっていうような、混合動画になりました。今後はですね、このアネスティのこのちっちゃい、これすごい使いやすいよ静かで、このちっちゃいコンプレッサーでモティアライフ楽しんでいこうと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。またね。この動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。もういい、動画が面白かったらチャンネル登録でも高評価でも何でもいい。諸君らのワンクリックをよろしくだね。有料したる諸君らのワンクリックこそこのチャンネルの最大の救いとなり得るのである。キックジャンプ。